母の命日23年ぐらい前の話なんだけどさその日は母の命日だったんだけど仕事が忙しくって墓参りに行くのすっかり忘れてたんだようやく仕事が終わって時計を見ると夜の10時さて帰るかなんて思って何気に携帯見るとメールが1件。 開いてみると兄貴からで内容は墓参り行ったというメール。そこでようやく墓参り行ってないことに気づく。明日に先送りするのも母に悪い気がしたし、仕事もこの時期ピークで忙しく時間がない。ちょうど母の墓がある寺は帰り道だったということもあり、帰りがけに寄っていくことにした。 さすがに、線香や花は時間も時間なんで用意はできなかったが、母の好きだった和菓子をコンビニで買い、寺に向かう。寺と言っても規模は小さく、監視カメラこそあるが深夜に出入り自由というなんともアバウトなテロだ。正門の脇の小さな扉から中に入ると、前から二列目の左奥にある母の墓に向かうんだが、 どうやら先客がいるようだ。母の墓がある一つ奥の列に誰かがいる。明かりもなく暗かったんで遠目からはよく見えなかったが赤いレンチコートがよく目立つ髪の長い女性だった。正直こんな時間にこんな格好で墓参りなんて絶対おかしいよなと思ったが 母の墓の前まで行ったときに軽く目が合った瞬間にっこりと委釈をしてくれたんで少し安心するまあこういうこともあるよなと一りぼっちの不安さを忘れながらお供え物の和菓子を供え手を合わし目をつぶる「こんな時間になってごめん母さん」と謝り墓参り終了 帰ろうと思って顔を上げるとなんか後ろからすっごい視線を感じるもしかしてさっきの女の人かなと思い後ろを向くうわっ思わず声が出るそこには先ほどまで一列後ろにいたはずの女が俺の真後ろ目と鼻の先にいたんだしかも 女は先ほど見せた笑顔とは違い、顔は青白く、これでもかと思うほど見開いた目で、俺を憎らしげに見ていた。うわあ。もう声にならない叫びを上げながら全力疾走。途中、靴紐ほどけて何回転んだかわかんないぐらい必死に走った。でも、止まるなんて絶対無理だった。 止まったら、あの女が後ろにいるんじゃないかと思ったから。やっとのことで自宅に着くと、もう家中の鍵という鍵をかけまくった。それでも不安だったんで風呂にも入れず、電気とテレビをつけっぱなしでリビングで寝ることにした。ソファーに寝転びテレビを見る。ちょうどお笑い番組がやってたんで見ていると、 だんだん恐怖が薄れていった疲れてたんだなぁと自分に言い聞かせ強気になった俺は部屋の電気とテレビを消しに寝ることにだが電気を消そうとスイッチを押すつもりが間違えて隣の玄関モニターのスイッチまで押してしまったえっマジかよこの時ほど一人暮らしの独り身を悔やんだことはなかったよ モニターには門の向こう側にはっきりとあの赤いレンチコードが映っていた。溶けてた緊張が一気に張り詰める。だが、俺はこの時恐怖と同時に怒りが湧いてきていた。この女、実は霊なんかじゃなくて、ただのストーカーなんじゃないのかこういうのはビビったら負けだ、とか、なぜか強気な姿勢に。 モニターを見る限り、あの女は門から入ってきてないし、こっちから行くしかないと思ってドアに手をかけた瞬間、俺の心臓は凍りついた。玄関ドアは曇りガラスでぼやけて外が見えるんだが、そのガラス一面に複数の顔がびっしりと外から張り付いている。それも全体に。恥ずかしながら、 そこで俺は気を失った。というか恐怖で人って本当に気を失うもんなんだな。それ以降もまだこの家には住んでるが怖いことは起きていない。ただあれ以降一度も墓参りには行ってない。母さんごめん。